浜四郎マダムの殺人マサヒコあんた何されてもいい本当にええ彼はマダム香川の顔が急に自分の目の前に迫ってくるのを息苦しい心よさで感じた本当だわね。 後で食いたってダメよ。私あんたをどんな目に合わせるかわからないのよ次の瞬間に彼はマダムの唇がずっと目の前に近づいたのを見た続いて雨のように降り注ぐ熱い接吻を彼は目の上と言わず頬と言わず額と言わず顔をいっぱいに受けなければならなかった 同時に女の力には似合わしくないような激しい力が彼の両肩をつかんだ彼は思わず戦慄したのである仰向きに寝かされた正彦にはぼんやり天井のシャンデリアの光が見えるどうしたのだ一体どうなるのだ自分は 今朝まで木村雅彦はバツバツホテルの貧しいボーイでしかなかったではないかストッキングの一つ買うのにさえその後の懐中を考えなければならなかったではないかそれが今宵は東京から数十里離れた栄海岸の香川未亡人のビラで彼女の客としていな愛人としてあらゆる厚遇を受けているのである。 見乱を極めた8シリンダーの最新型パッカードに軽々と身を乗せて東京中を縦横に巡って豪車を極めている香川よし子は有名なブルジョワ外交官香川信之の未亡人である未亡人といってもまだ30を一つか二つ越したに過ぎない彼女はその天性の美貌と巨万の富とを利用しあらゆる陥落を追い回しているとの噂がある 彼女をめぐる男性の数々には限りがなかったマダム香川は決して世を恐れなかったあらゆる世評に挑戦としていろいろな男と交際したそうして木村雅彦の勤めているバツバツホテルはまさにマダム香川の社交室でもありまた時とするとランデブーの場所ともなった雅彦は よくマダムをホテルで見かけたいろいろな男子と部屋に入る彼女を見ていたけれどもホテルのボーイとこのマダムとは同じ世にいるとは言っても全く関係のない存在のようにしか考えられなかったのだそれがどうだ雅彦は今マダムのビラの一室に節分と法要の中に溶け込もうとしているではないか 貧しい木村正彦は自分の唯一の取り柄は青春とよく周囲から世辞に言われる美貌だとしか考えていなかった事実彼は二十歳の美青年だった柔らかに線の白い顔はなるほど美しかったしかしいくら正彦がうぬぼれて考えてもそれはたかだかバーの女に惚れられるくらいのものとしか思われなかった あの上流社会でも騒がれているマダム香川から冗談にでも好意を寄せられようとは信じられなかったその信じられぬことが起こったのだ夢ではない確かに現実におとといの夕方珍しく1人でホテルに食事を取りに来たマダム香川が食後何と思ったか1人で2階の24番のシングルの部屋をリザーブした 彦は2階の部屋の受け持ちボーイだったマダムは部屋に入ってしばらくしてから木村を呼んでカクテルを持ってこさした彼がカクテルを香川の部屋に持って行った時ちょうど彼女はデスクに向かって何か書き物をしていたが木村が一礼して部屋から出て行こうとすると不意に呼び止めた「あんたなんて言うのきれいなボーイさんね」 いつも私見るんだけど、木村と申します。木村木村なんて言うの木村正彦と申します。どうぞよろしく。彼はマダム香川の真意がちょっとわからなかったので、いささかかくばって顔を若くしながら答えた。私、あんたのような人好きなの。 いきなりこうズバリと言ってから彼女は彼の家のことだのホテルの勤めのことなどを聞き始めた無論とは半ば開け放したままだった彼女は椅子に腰掛けたままそして木村は直立したままで会話はずんずん進行したその話の中で何気なく彼女は木村に1日か2日くらい暇が取れるかと聞いた 彼が「なんとかなるでしょう」と答えると「じゃああさって私のビラに来ない?」と申してたそしてつと立ち上がると彼に十円札を3枚握らせながら今まで書きかけていた机から1枚の紙を取り上げたそれには A ステーションから彼女のビラへの地図が書かれていた「じゃああさっての夕方5時にね」「待ってるわ」 地図を雅彦に渡してこう言うとマダム香川は黙って用が済んだというような様子でまた机の方を向いてしまったのである部屋に帰りながら雅彦はこの信じられぬ申し出をいろいろに考えてみたしかし結局彼はいかなる意味でマダムが彼を誘ったにしろ言っても自分に損はないという結論に到達した 彼は断然あさって行ってみようと決心したマダムが冗談を言ってからかっているにもせよもともとだいやまた二三十円にはありつけるのだと思うと微笑まずにはいられなかったマダム香川は木村との会話を済ますとそれで他には用はないと見えて直ちに部屋を引き払ったつまり彼女はボーイと数十分 一見簡単な話をするためのオフィスに「ショートステイ」と書いた紙に相当な金額を支払ったのであるけれど後で思い合わせれば彼女はこの時いくら金を支払ったとしても決して悔いはなかったであろう約束のあさっては来た木村雅彦はホテルに口実を設けて暇をもらった 朝から床屋へ行ったり風呂に行ったりして相当におしゃれにして夕方を待った A ステーションから彼女のビラまでの道はすぐに分かった想像していた通りそのビラは堂々たるものだった高層な西洋館が太平洋を一望に見渡す断崖の上に立っていたベルを押すと十七八の少女が取り次ぎに出た 言わぬのにすぐに中に案内された立派な部屋に通されるとそこには薄化粧をしたマダムがにっこりして彼を待っていたのであるんだだっったた冗談じゃなかったんだこう思ったと同時に彼は今さらのようにこの30というある意味では最も誇るべき年齢の持つ女性の美に打たれなければならなかった。 マダム香川のその時の容姿は二十歳前後の少女が決して持ってはおらぬある不思議な妖艶さを持って包まれていた彼は少し誇張して言えばちょっと頭がクラクラするような気すらしたサロンにおける彼女はホテルの部屋で会った時のようにほとんど隙を見せなかった極めて普通の調子で会話を続けた そのうちに彼らは食堂へ連れて行かれた夕食が運ばれた全て先に案内した少女が運んできたけれど少女は一通りのものがテーブルに載せられると軽く礼をして黙って下がっていったその時以後少女は決して現れなかったこれから夢のような事実が展開され始めたのである 彼女は政彦にしきりと酒をすすめた名も知れぬその洋酒は本当においしかった彼女は自分も時々きに口をつけてみたが彼にも盛んに飲ませた強い酒だった彼はすぐに酔いの回るのを感じたいつの間にか彼女は彼のそばの椅子に来てそっと座っていたのであるあの目だ あの目だマサヒコは夢の中の人間のようになってマダムを見ながら一人でつぶやいた何か彼女が言っているマダムがほんのりと目の縁を赤くしながら何か言っているマサヒコねえマサヒコ私、君のような青年が好きなの。君のような美少年。そうよ。ねえ。 彼は夢心地で彼女のアンバラッセを受けていた。酒が効いている。酒のせいだ。彼は立ち上がろうとした。しかし腰が立たなかった。マダムは彼を無理に抱えて戸を開けた。すぐ次の部屋にそのまま入れられた。彼は覚えている。そこには長椅子があった。 マダムは夢心地になってふらふらしているマサヒコを投げ出してまた言い続けた「マサヒコあんた私好きそうそれじゃ私のためにどんなにでもなる?」マサヒコは確かに酒ばかりに酔っていたのではなかったマダム香川の全身から発散する怪しい妖艶な美と香りとに たく酔いいしれていたのだこの人に愛されるマダム香川に抱かれる彼は両腕を伸ばしてマダムの首に回した「雅彦何されてもいい本当に?」この夢は確かに23分しか続かなかったしばらくするとマダムはつと立って ドアを開けて出て出行った。着衣のまま投げ出されて彼はぼんやりと天井を見つめていたドアがまた開くとマダムは杯を2つ盆の上に自ら持ってきたなみなみと継がれた2つのグラスの1つを彼の手に持たせて自分が1つを取り上げた「フロージット」2つのグラスがかすかに触れると 木村正彦の喉に溶けるような味の液体が通っていった腰掛けた雅彦はしかし急にまた眠くなってきてそのまま横になったマダムのむせるような豊かな方が彼の方に来たが次の接吻が来る頃雅彦は全く眠ってしまったのである雅彦 と耳のそばで呼ばれて彼は再び目を開けた何分経ったか何時間経ったかそれはわからない天井には先の通りに薄赤いシャンデリアが見える自分のそばにはマダムが何か手に持ったまま立っていたけれどもこの時のマダムの身なりは先の時とは全く違っていたはっと思って起き上がろうとした時 彼の額のところにいきなりマダムの右手が降りて、動かさぬように押さえつけた。今こそ、私が待っていた時が来たわ。私はこの日を何年待っていたことだろう。マサヒコ、今こそ私の望みが叶うんだわ。ねえ、マサヒコ。私が本当に望んできた時は今なの。マサヒコ、 お前今自分の体がどんなになっているか見えるえっ狂気のように興奮したマダムの声を聞くと彼はいきなり跳ね起きようとした全身に力を入れた刹那、首手足に一っに激しい苦痛を感じた <laughs> 彼はまだはっきりわからなかったしかし はっきりと自分の姿を見回したとき、彼は危うく叫び声を上げかかった。お前のような綺麗な青年をこうやって苦しめたかったの。それが私の一生の願いだったの。苦しいの痛いのもっともっと苦しめてやるわ。だってお前、 何をされてもいいって言ったんじゃないのマダムはこう言うといきなり右手をマサヒコの首へ回して無理に彼の上半身を引き起こした彼は苦痛に耐えず両膝を開いて耐えようとしたけれど思わずうめき声を発したさあ私の思うとおりになりなさいそうして私をもっともっと と好きになりなりさい。続いて怒ったマダムの残虐は優に忍びなかった僕だって今こそ本当に待っていた時なんだ生まれてから今まで探していたのは今日だったんです奥さんこの時いきなりマダムの両腕がしっかり彼の首に巻きつけられたそう 二つの顔がぴったりとくっつけられたここだけは自由だった彼の両目からは何とも知れぬ涙が頬を伝ってこぼれたマダム香川の美しい二つの目からも大きな涙がポロポロと流れたそうして4つの涙の流れがポタポタと正彦の両足の上に垂れ落ち始めた 翌朝11時頃木村雅彦は50円の札を海中にしっかと入れたまま上りの列車に乗っていた相変わらず美貌の青年だったしかし全身に傷を負っていた彼は列車の中でまだズキズキ痛む手首や両乳の周りや足をなでながら何とも言えぬ幸福な感じを味わったちょうどそれは 牛が一度飲み込んだものをまた口へ戻して味わっているような感じだった今度の金曜日六時に間違いなくこう言って玄関まで送り出してくれたマダムの姿が目にちらついていたその夜家に戻って彼は眠れなかった鎖縄鞭、ち針 こんなものが闇の中で彼の目に映ってしかたがなかった本当にどんな目に遭ってもいい殺されたっていいあのマダムにならば彼は寝苦しい夜をこんな独り言をいいいい明かしてしまった約束の金曜日の夕方は来た雅彦は時間をたがえずちゃんとビラの前に立った この前の少女が全くの無表情で彼を迎え入れたマダム香川は相変わらずサロンでは取り澄まして話をしていた軽い食事が始められ間もなく終わった二人はガラスをまたカチリと合わせたしかし今夜の彼は眠り薬を飲まされる必要はなかったマダムの後ろについて 彼はこの前の日のとおり次の部屋に行けばよかったのだところがこよいは異様なことが起こったのであるマダムは彼をそこに転がしたままドアを開けて部屋を去った1分2分とたった10分ほどたったけれどマダムは戻ってこない 20分ほどたった頃戸の外に足音がしたけれどどうやら一人ではないらしいマダム以外の人にこんなあさましい姿を見られたら正彦はこう思って身震いしたがどうすることができよう手足の自由を失って一寸も動けぬ自分が鍵のかかっていない戸をどうして開けるのを防ぐか 彼が身もだえしているうちに、ドアのハンドルが動いて、静かにドアを開けられた。マダムだ。しかし、一人ではない。ははははは。こんな形でね。まさひこ、三時間ばかりそうやってらっしゃい。そして、この綺麗なお客様のお相手をするの。マダムの後ろから続いて部屋に入ってきたのは、 雅彦より二つ三つ下かと思われる美少年だった。サブローさんこの男、木村雅彦っていうのよ。今度私のところによく来るようになったの。あんたの仲間よ。さこちらへいらっしゃい。マダムはサブローと呼ばれた少年の手を引っ張ると、いきなり長椅子のところへ行った。 そうして二人はそこに腰掛けながら、正彦の見ている前で熱い切符を交わした。マダムは靴の先で時々正彦を蹴飛ばしながら、三郎を抱いては正彦の方を見た。裏切られたのだ。こんなあさましいさらし者にされるとは。彼は全身が煮えかえるような思いがした。熱い涙が、 ポロポロと青ざめた方に流れ落ちた。歯も砕けるばかりに食いしめたが、それは緩まなかった。はっはっはっは悔しがってるわ。そんなに悔しいの三郎さん、これはあなたの競争者よ。憎いでしょあんたもどうかしてやりなさいよ。 三郎はずるそうな笑みを浮かべながらヒ彦に近づいたそうしていきなり右足をヒ彦の体にかけると前後に蹴っては小突き回したああそう今日はここで酒盛りをしないそう言うとマダムはまた部屋を出てグラスを持ってきたマダムと三郎はあさましいヒ彦の姿を魚に楽しげに語り合ったそうして 静止するに耐えない熱情の場面をすら見せた。まさひこの目の前で、耳のそばで。二時間ほどすると、二人はまさひこを残してまた外に出た。向こうの部屋から二人の楽しげな笑い声が聞こえる。悔しい。マダムにモテ遊ばれた。こう思ったとき、 不思議な気持ちがまたま彦の胸に浮かんできた。マダムに裏切られた。マダムに精神的に苦しめられている。こう思うと涙が出たが、同時にそれは妙な心良さを伴った。この浅ましい姿を酒の魚にされた。何たる悔しい事実。しかし同時に、 何たる心よき気持ち二人の声はいまだ聞こえているまさひこは悔しい涙を流しながらちょうど激しい肉体の苦痛を受けている時のような異様な快感を感じた一時間ほど経つとマダムが一人で戻ってきたどうお今までの気持ちは苦しいの悔しいの だって、どんな目に遭ったっていいって言ったんじゃないの今の人は、吉川三郎という、ほら、吉川万次郎という代議士の息子さんよ。綺麗でしょあれはあんたの競争者なの。私、あの人を一生可愛がるか今考え中なのよ。だってあの人は、私に殺されたっていい。 命だっていらないって言ってるんですもの。あんたしっかりしなくちゃダメよ。こう言うと彼女は初めてまさひこの口を自由にしてやったのである。僕悔しい悔しいあんな奴に見返られては僕だって奥さんのためには命だっていらないんだ本当だあなたに殺されるならこんな幸せなことはないんだ ねえ、奥さん。僕を信じてください。本当きっと本当です。殺されるのも平気私は本当に殺すかもしれないわよ。いいえ。いや、もっと、それ以上の苦しみを味わわすかもしれないわ。何でもいいんです。さあ。 早くく苦しめてください。初めて無知の雨が彼の体に加わった数時間緊迫されていたせいかこの夜の彼の苦痛と喜びはあの初めての夜の何十倍だったかわからない次の日の朝では明後日。今度こそ本当に恐ろしいのよ殺される覚悟で来てちょうだい 冗談とも真面目ともつかずに、マダムは彼を玄関まで送ってきた。彼は真面目に、明後日来ると固く約束して別れた。約束の日は来た。俺は殺されるかもしれない。しかしマダムに殺されるとは何という幸せだろう。どんな幸福な死だろう。 雅彦ヒコはこう思いながらビラのベルを押したのだった。今日は食事は運ばれなかった。ただ二人はグラスを開けたばかりだった。雅彦、あんた本当に決心ができてるの本当ですとも。奥さん。殺してください。ね、どんなに苦しめてもいいんです。 殴り殺しにでもしてください本当にお願いです本当？彼女はグラスを手に持ったままドアの方を見ていたが急に言った本当ねそうじゃあいいわわたしあんたを殺すのはやめるわえだけどね雅彦 私、あんたに死以上の苦しみを与えようと思うの。何何ですかそれは後でわかるわよ。ともかく、あんた私のためなら何でもするわね。誓ってします。次の間のドアが開かれた。正彦は上着を取らされた。今日は手だけよ。 私がそれを取るから、先へ歩きなさい。マダムは命令のように厳かに言った。その部屋をだると廊下である。突き当たりでドアの前に行き当たった。私が先へ入るから、ついていらっしゃい。戸の中は浴室らしかった。化粧用の大きな鏡がある。 マダムは彼をそのそばに立たせたそうしてそばのガラス戸をパッと開いた中は浴槽であるけれどもヒ彦はあっと叫ぶところであった中には一人の男が立っている先日の男吉川三郎である彼もこちらを見つめたまま戸惑っている様子であるヒ彦は これが何を意味するのかちょっと判断がつかなかったマダムは落ち着いた声で二人に聞こえるように上ずった調子で喋り始めた今日こそ本当に私の待っていた日なのあなた方二人をはじめここへ入れて苦しめた時私やっぱり同じことを言ったけれどあれは実は偽りだったのよねえ サブローさんもマサヒコもよく聞きなさい。私があなた方をいくら苦しめても、結局それは芝居に過ぎない。だからそれは私には物足りないのよ。今日こそ私は二人におのおの望みを叶えてあげられるの。そうして、私自身の最高の望みが叶えられる日なのよ。 さあこれからこう言うとマダムはどこに隠していたか鋭い一丁のカミソリを取り出してつかつかと三郎の前に歩いていったさあ三郎さんあんたの望みをかなえてあげるわ続いてそこで行われた残虐は到底ここに記すわけにはいかぬ。 ともかくマダムは猫がネズミをあらゆる苦しめ方で苦しめると同じように美少年を苦しめ抜いたこのものすごい殺人をマサヒコは生死していなければならなかったサブロウという獲物を前に1時間余りも狂い回っていたマダムはだんだんとサブロウの体が青白くなってくるのを見てきっとマサヒコを見て叫んだ マサヒコ、お前は恋敵が,が憎くはないか今こそ仇を取ってあげる。この口が私の切符を盗んだんだ。この目が私を迷わせたのだこう言うと彼女は青白くなっているサブロウの唇をそぎ、まぶたにカミソリをはわせた。そうして、 最後にその喉笛にナイフを突き立てて完全に殺人を行ってしまったのである青白い顔をしながらマダムは不意に柱のところに来てマサヒコの縄を切りほどいたマサヒコこれからはお前の務めだよサブローは誓った通り私に殺されたんだお前も無論 誓った通りをするだろうね彼は黙ってうなずいた。では、私は命令する。あんたは私のためにこの殺人罪を自分に引っかぶるのです。わかったこの私のために殺人者となって出るのです。その結果が死刑かどうかそれはわからない。 ともかく私の身代わりになりなさい正彦の全身に旋律が通ったああ殺人犯人この俺がか彼の立場には明らかに2つの方法があったマダムの望みを拒絶して自分もここで殺されるかでなければマダムの言いつけ通りにするか もし拒絶すれば、どんなにかマダムは失望するだろう。彼女のためだ。何でも。よし。天地崩れるとも。彼は自分にこう言いながら、はっきりとうなずいた。では、よろしいの私は必ずあんたならばやってくれると思っていました。こう言いながら彼女は、 彼に手に手持っていたた。ナイフを渡した私はこれから出て行きますそして巡査を呼びますあんたはここに残っていてここにある呼びリンを押すのですそうするといつも来るあの春子という女中が来ますから彼女をこのナイフで殺しなさいきっとですよすべてこれは私のためですよ そして人が来たらこう言うのです。あんたもサブローも私のところによく遊びに来ている間に少女ハルコに恋していた。その結果、あんたとサブローとは恋がたきになったのです。そこで腕力の強いあんたがサブローを嫉妬のあまり殺す決心をしてユドノへ誘って虐殺した。そこへハルコが来たので、 これもついでに殺したというのですよ。マサヒコあんたは愛する私のために何でもするでしょうね。ねえマサヒコ私は一生あんたに感謝しますよ。こう言うとマダムは黙って部屋から出て行った。自分の部屋に戻って卓上電話の前に座っていたマダムは、 浴場の方で少女の悲鳴が聞こえるとにっこりしながら急いで警察の番号を交換手に告げたのだった木村雅彦はその夜直ちに逮捕された無論三郎および春子に対する殺人犯人としてであった彼は警察でも検事の前でも余震判事の前でも全ての事実を認めた 後半が開かれた彼がまだ年若い青年であるということだけが唯一の防御武器だったけれども彼の殺人があまりにも無誤たらしかった後半の間マダム香川は傍聴人の間にいた正彦はちらとその方を見ると「あっマダムがいる彼女がいる!」 と思って一層自分の犯罪を残酷に詳ししく供述したた判決は下された彼は講師代に送られることに決まった言い渡しを受けた彼が大抵しようとした時彼は傍聴席にいたマダム香川と顔を見合わせたマダムの方には微笑が浮かんでいた。 それは残忍そのもののような笑いだった。しかし、ま彦も笑った。このマダムのためだ。俺が死ぬのは。このマダムを永久に俺は救っている。彼女は死ぬまで俺に感謝するだろう。数ヶ月の後、死刑執行の日は来た。 講主題の前に立った正彦は講主台を見てちょっと戦慄した。けれど同時に全てが思い出されて心よき笑いを漏らしたのだった。いよいよ台上に上がった時彼は最後の言葉を教会士に伝えた。それはたった一言。マダム香川にどうかよろしく伝えてください。僕は 永遠に彼女を愛しています。ということだった。ところが、役人の返事は全く意外なものだった。4日前にマダム香川は、乱行の果て、ある紳士の嫉妬に狂える刃に、会えない最後を遂げたのだった。マダムは、 今は美しい死体となっているのだ。まさひこは色を失った。天地が崩れたような思いがした。誰のためだ俺が死ぬのは、誰のためだ彼は叫び声を上げようとした。しかし、声が出なかった。やだやだ 俺は死なない俺は人殺しじゃない嫌だ嫌だ彼はこう叫ぼうとした。けれど声が出なかった。君の悪い落とし度の音がした。はっと思った次の瞬間、彼は首を固く締められたような感じがした。 すべてが闇である。その中に、マダムの姿だけがちらついた。